皆さんこれですからね、1位200万、2位120万、3位110万、90万、75万、60万、55万。さあ見ていきましょう、気になる。さあ、FNCS オールスターショーダウン、200万円は一体誰の手に？アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい。それじゃあ動画へ、レッツラゴー。さあ、後ろからショットガンの音。さあ、しかしルリ落ち着いているプレイが。しっかりと横を開けて。さあ、上を開けられないように。さあ、移動していきます。さあ資材をしっかり温存したまま移動している。さあ残り人数31人。さあ目の前宮が開けようとしている。カウンター、しっかりと宮にバレずに。さあ倒して資材も少しゲット。さあ目の前にはマイポリがいるが、後ろからこんにちはで倒していく。2キル目、3キル目、あ後ろからしかしダウンクラッターからさあ撃たれて残り HP62。 さあここはやられていってしまいました。さあボットさんが一人倒して、ライルさん倒しましたね。タクション持ってます。金本にして、金本にして、まあでもタクションでもいいんじゃない、どうな。うーん、うわ。さあしかも見て、ジャンパジャンパ1個あるよこれ。さあ、うん、ジャンパ1つあるので、これはワンチャンハイグラ取りに行けるムーブが。さあ目の前の敵も、さあどっちもやって。さあ同じところに乗りたいが締められた。ワンボックス勝った方がハイグラ。うわさあシークが一発、うまっうまっ。さあここはドッキンさんも倒して、さあチャグパズをゲットしている。さあキャベツも全部食べてから行くが、ここはバレている、まずい HP が。さあしかもチャグパズは取れている。さあ現在5キル38ポイント。さあ最後の最後まで食べてるが、上からの圧がえぐい。さあ上はファイジーと、さあハイグラ勝負。さあ取りました、残り人数4人。さあサタライフル打って、さあ下のさあダウンさん D さん持ってかれてしまう。さあ残り人数3人、下で下は下でやり合っている。さあいい感じに魚振れれば1位になれるぞシーク。うわ木があるのかないのか分からんけど、さあここは1人倒せそうだが、残り 1v1。 うわーうまいいよ。さあアルバヒロ最後はヘッドショットワンパン倒していって1位、5キル44ポイント。さあちょっと200万かかってる人、どこどこ降りてんのあの人、どこ行ったんだろう。さあ皆さん200万かかってる人のマッチ見てみましょう、誰がかぶせてきたんだ。さあ結果は分かっているが、一体誰が200万を阻止しているのか。さあおじちゃんそういうの大好きですよ。はい、200万の人も通りだ、やばい。ミスターセオンボーが、さあでもこれは逆にチャンスっぽいけど、負けるのこれ。さあ皆さん200万円かかってるって思ってみてくださいね。皆さん200万ですよ、200万想像して。みんなお年玉が5万円もらってたら、それの40年分違うな。うわー AV よ、うわーてさあ皆さんこれが200万下打ちです。さあ真冬この状態から勝つことができるのか。しかもその上にはボットさんもいますね。もう因縁の対決が。さあ目の前で、さあ右をケアしないですね。まあ真冬選手ね、右はもう開けてるけど、あのシュンシャンも移動してるね、うん、さあ真冬も移動していきたい。ジャンパー待ってるのかなこれ、多分ワンチャン。うんだと思う。いやそんな待つ体力ないけど、そうね。うわー、ね、これ怖いな。残り HP29。さあマフィンローグラを移動しているが、目の前山なんだよな。これ山のアンチになったらマフィン登れへんぞこいつ。資材8枚で登れるんか。さあ目の前に敵がいるが、これは手を出せない。さあ目の前やり合ってる、これは倒しに行けそうだが、うわー外してしまう。うわー、さあそしてシュンシャンもアンチ外で逃げている。いやいいよいいよ。さあしっかり、さあ40位まで残っているシュンシャン、うまいぞ。うわ一発もらっているが、一度アンチガイムーブ。さあフロッパーもあるので大丈夫。後ろから逃げている敵をさ刺していきたい。さあ残り資材12枚。さあ最後のフロッパーも食べて、さあ目の前ルイサラがいるが、さあバレている。さあキッドはもう負けない。ルイサラの HP がないか、これやめか。いやーさあ上ではラルがハイグラ勝負、ユセアとバトっている。
さあこれは壁がありますね、多分ますね、床ありますね。さあ一気にさあ前に入ったユセアが勝って、さあ下ではシークとエイムさんがやり合って、エイムさんの HP も残り少ない78ポイントでもめっちゃポイント稼いどる。いいね。さあこれはシークが今一番200万円に近い男なんじゃないのか。そうですね。さあユセアが上にいるが、うまい打ち方、残り資材もゼロなので、さあもう落として戦うしかない。うわー、一発撃つがユセアの超反応、ここは倒して54ポイント。さあワイルドオカメ、さあ残り資材60枚。さあアンチレンはまだ入れていないが、しっかりとエディットしてさあアンチレン入ろうとしている。いやー、どっから行こうか迷ってるねこれ。さあ目の前の壁壊して入っていく。さあ横も壊して入っていく。さあ中入った。さあ残り59枚、資材取って、さあ戻りアンチは強いぞ。ワイホできるだけ壁を殴りたいね。そうね、あれにでレンガから使いたい。うまーい。さあミスティエイムを横からゲット。資材はそんなに増えないが、さあ戻りアンチローグラウンド、やばい、最終下るが、しっかり建材使いながらさあ移動していく。一段上に上げた、うまい。さあ残り19人。さあワイホどこまでいけるか。さあ見せてくれ、練習してきた成果を。さあボットさんが車で暴れて、ワンボックス、うますぎ。ワンパンラルを撃破、チャグスプゲットだが上、うわあ危ない。さあ一気にクジャクが詰めてきている。さあここもライバル同士、うわー、ヘッドショット当てれず、シュンシャンがハイグラ取っている、勝てるよこれ。そう、シュンシャンがハイグラ取ってるけど13枚しかない健在。さあでも既存のやつが多いからこれいけそうだね。え、さあシュンシャンあるぞこれ。さあアストルトライフルも138発。さあここはきっと、いやこれきっと巻かない方がいいんじゃないのかって思うんだけど TS さん。いや2個はどうせ負けないんで、なるほど、1個さえればいいんでとりあえずは大丈夫です。さあシュンシャンいけるぞこれ。え、ここ勝ったらシュンシャン1位あるくね。あるあるある、全然ある。え、全然あるよ1位。え、てか1位だよこれ勝ったら。あ、そうだね、1位だね。そのシークも死んでるんでしょ。でモンスターさんも多分生きてるかな、わかんない。いや死んでる、ルナキングさんがいるけど2位はいける。さあシュンシャンルナキングさんが別に2位でも多分シュンシャンなんかポイント稼げると思うから1位はね、1位だったら。うまい。いやシュンシャンこれマジお前頑張れ。お前やばいなエイム。落としてもいい、1段落としてもいい。やりやせろやりやせろした。いや次第もうない。いやーこれ資材もう邪魔かけろ邪魔かけろ。ジョーさん、うわうまこいつエイムよ。さあシュンシャン資材がないのでここはもうキャラコンで。いやでもなんかある道が。さあ残り3人、クジャクがやってきた。さあ上は取られてしまうが2を狙え、シュンシャン倒せばある。うわー、ルナキングが100ポイント到達。ルナさんが、さあ残りクジャク VS ルナの対決。さあルナも資材がない、クジャクのエイムがいい、外して、うわ着バスが強い。うわー、さすがにここはクジャク。さあ新車も生き残っている、どうにか倒していきたい。さあヒットショット入れている、うまい、倒せるか、落ちきらない。いやー押しすぎ今の。さあ新車今の倒してキル取りたかったが、さすがにスナイパーうますぎる新車。さあショットがたくさん聞こえる。さあ1位のルナ、さあ資材が増えてるので、さあここは一気にアンチ移動していきます。さあいいところ取った。さあどうなる。さあシュンシャンの HP がまだ回復しないが生き残っている。さあ真横に敵がいる、これはアンチダメージも食らえない。目の前ジャンパー使ったが、これはうまい、おいしい。1キル取って、いやー何も取れ、いや取ってよかったじゃない。いや分かんないけど資材も取れなかった。怖いなー。残り資材11枚、 HP は増えているが、さあシュンシャンどうする。ジャンプを切って移動していく。
あぶれ。さあここで資材がなくなって後ろからやられた。さあそしてルナキングも生き残っている。さあ絶望的状態からやってきた。さあ屋根を入れ込まれたが、ここは張り替えて目の前出てきたやつを、さあしかしうまっ。さあアレンを倒してまた1キルゲット。さあ現在1位ルナ、このまま走り切るか。さあしかしミニポがありません。さあ順位ポイントが入ればもう止める人はいないでしょう。もう目の前オーバースタンが落ちてきたところやっていきたいが、横からリザートに射線通されて100ダメージ。さあリザート画面です。さあリザートも最終試合頑張っている。さあ残り数は15枚。さあ27ポイントミニポを飲んで回復していきます。さあ目の前にファッティがいるが、うわーここはシャットガンのダメージが足りなかった。さあアリス最後の試合勝てるか。さあ残り4人。さあできるだけキルが欲しい。えでも全部キル取ればあるよ。え全部キル取ればあるよ。全部キル取ればあるけど、どれかな。うわうわー。さあここはやられてそのままストークが1位を取りました。皆さんこれですからね、1位200万、2位120万、3位110万、90万、75万、60万、55万。さあ見ていきましょう。気になる、さあ FNCS オールスターショーダウン、200万円は一体誰の手に。ルナキングがそのまま1位でフィニッシュ。おめでとう。強かった。お疲れ様でした。最後はまたなでお願いします。せーの、またな。バイバーイ。